はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日は坂の地元の東海市ではしご酒をしたいと思いますので、いつも通りで1万円用意しました。足りるかどうかは分かりません。今までは足りたから、今日も足りるかどうかはこの動画最後まで見てみてください。食べて飲んでやりたいと思いますので、行きましょう。ということで早速1軒目、はい、どこに行きますか？海鮮系に行きますか。ああ、いいね。スタートとしてもう駅周辺に飲み屋さんいっぱいあるから、太田川ホルモンとか、なんか外で座れるのが雰囲気めちゃめちゃいいよね。そうそうそう。あ、ここもうまいよ。ちなみに恵比寿美味しそう。ということでまずはあそこの海鮮居酒屋に行きますか。めっちゃ混んでるの。入れるかわかんない。ちょっと聞いてみようか。ああ、残念でした。空いてない。それは満員でした。土曜日の夜にはさすがになんかあっちなら空いてそうだよ。ああ、じゃあさっき通ってた恵比寿行く。ちなみにここの恵比寿さん、寿司と天ぷらと刺身、海鮮です。よかった。外の席空いてたんで一旦ここで飲みましょう。空気最高ですね、社長。外の感じ。あれだよ、今でしょ。タイミングは今でしょ。夏は暑すぎる、冬が寒すぎる、ね、秋は短いでしょ。日本の秋はなんか、秋の夜は最高やね。そう、これが最高だよ。今日は快適。ちなみにメニューはここにずらっと書いてあります。まさに書いてあった通り、お寿司、刺身、天ぷらって感じだね。ね、一旦これでいこう。おすすめ握り。あと軍艦盛りも美味しそう。はい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 。あとはなんかおつまみ。はい、お酒到着しました。ビールとレモンサワーでございます。はい、じゃあ、はい、乾杯。乾杯。どっち？ビールです。はい、ではでは乾杯。あー、酸っぱ。美味しい。お、来ました。美味しそう。ししゃものみりん干し。これすごい美味しそう。めっちゃうまそう。これ初めて見たんだけど。私もなんか多分ししゃもよく食べるけど、こんな形で初めて。ではでは、いただきます。すっごい美味しそうじゃない？カリカリだな、多分。うん、甘っ。あ、みりんだからね。うん、これ最高に美味しい。酒のつまみに最高だろうね。甘いものに対してはビール。絶対合うやつやん。100%合うやん。飲みすぎ飲みすぎ飲みすぎ。人のビール飲みすぎ。びっくりした。どうぞどうぞ。思う存分飲んでください。追加注文はないからね。あ、そうだね。それを狙ったんだけど。そういうこと。レナが飲んだからって言って追加できるかなと思って。あー、お、来ました。まあ、めっちゃ美味しそう。うわ、うまそう。やっぱ、え？なんか本格寿司だね。私は見た目でわかるから、これがマグロ、アジ、タイです。そうです。店員さんにあそこで聞きに行きました。この社長、これ全部晒していくスタイルですから。とりあえずこれ食べよう。うまそう。うん、柔らかくて脂があって。はしご酒の一軒目、寿司って新しいな。そうだね。これもいいな。もうずっとここに行ってもいいよ。はしご酒をやめて。やめて、ここで飲み食いしますか。うわ、うまそう。まあ、お寿司と一緒にレモンサワーを飲むべきかわかんないけど、なんか意外と合う。これちなみに3つをシェアしなきゃいけないのがちょっとね。どうなるの？これも注文したよ。わかるよ。これが言わずにわかるよ。これはまだ聞いておりません。これがウニです。わかるのでしょうか。これがイクラです。これが生シラスです。正解。イエス。さすがにこれあれわかりやすいね。誰でもわかるよ。これ何からいきます？しらす。生しらす。私しらす大好き。生が特に好き。うまいよね。しらす丼とかマジうまいよね。そう、マジうまい。この愛知県の日間賀島らへんでもしらす有名でしょ。そう。あと鎌倉とかも有名でしょ。国産品だね。なんかさっぱりしてるよ。しらすはさっぱりがうまいね。ネギもあってめっちゃ美味しい。よかったですね、幸せで。俺もしらす食べたくなってきたな。だから何もうないよ。アジめちゃくちゃブリブリでうまい。ブリブリでおいブリブリのプリンプリンのパリンパリン。どっち？いただきました味、ありがとうございました。そうだよ、優しいからね。分けていただきありがとうございます。そうだよ、それは。ちなみに社長さんさ、ウニとイクラそんな好きじゃないでしょ？イクラ大好きだよ。あれイクラ好きだったっけ？イクラ大好きだよ。俺食べれると思ったらイクラ大好きでしたっけ？ウニも別に嫌いじゃないの？あ、そうだったっけ？なんか美味しいウニが美味しい。ここのウニはどうかわかんないけど、イクラにちょんちょんちょん。うわ、イクラうまそう。ね。クオリティ高くね、お寿司の。プチプチしてる。めちゃめちゃ美味しい。非常に美味しい。まゆ知ってる？知ってる。あ、知ってるの、まゆ。私もテレビ見てます。まゆ。なんだったっけこれ。これなんか割と本当にお酒のおつまみだね。甘辛でマジでうまい。ね、これを食べると、ビールが合うと。特にビールが合う。これ甘いから。確かにな。これが抜群だよね。ちなみに人のなんよこれ。レナ社長が飲みましたね今。証拠で動画で撮りましたので。私のものが私のもの。タカのものが私のもの。わかった？追加してよろしいですか？これがタカにあげる。ありがとうございます。何持ってんですか社長さん？最高です。これはマグロです。マグロです。でか口。眉毛が富士山みたいになってます。もうハートだよ、ハート。そんなうまい？めっちゃうまい。私大トロとかはそんなに好きじゃないけど、脂っこいもんね。そうだね。これがちょうどこの脂があってもう完璧。最高ですか？最高。社長さん、さっき俺にくれるって言ってなかったっけ？タカー、さっき俺の生飲み干してさ、レモンサワータカにあげるって言ってたけどね。そういう話覚えてない。タカのものが私のもの。分かった？追加してよろしいですか？これがタカにあげる。ありがとうございます。覚えてない。嘘つきです。そんなこと言ってない。これは私のものが私のものが言ったのが絶対に覚えてるよ。私のものが私のものって言ってたね。それは言ってましたよ。ごめんなさい、俺が間違えました。そうだね。豪快に行きました。最高。そんだけうまく飲んでくれれば許します。ごちそうさまでした。次行きますか。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ寿司が最高。日本の寿司大好き。いくらでした？3410円でした。完璧。私はどんどん完璧になってるよ。次行きますか。はい、ちなみにね、大田川駅の前でどんでん夜市やってます。で、ここにいろいろあるよね。いろいろちょっとね、お店もあるから一旦ちょっと見てみようか。たこ焼きとかがあるよ。本当だ、たこ焼き、フライドポテト、玉せん。もうこれだよ、これ。玉せんがある。これは玉せん。これ玉せんです。愛知県の名物なのかな、東海3県かわかんないけど、ここら辺の名物だよ。だいたい屋台で出てる。これレナの大好物よ。これタカのおかげで好きになったよ。これマジうまいよね。お菓子感覚で食べれる。愛知県民だったら誰もが好きよこれ。そう、当たり前だけど。お酒が欲しい。コンビニで買ってこい。はい、30秒で食べきりました。すごい早いですね社長さん。スピードなんかある？いや、早食い選手権優勝よ。テレビオファー待ってます。そうなの？帰ろう。あ、これうまそう。はい、いただきました。次行きましょう。ではでは続いて炉端焼き行きましょう。ちなみにカウンターの目の前で焼いてる、あそこで見て、あそこで焼いてる。ちなみにレナさんがロックオンしました。これめっちゃ美味しそうだね。これいまだに分かんないけど、いろいろあるけどめちゃくちゃ美味しそうなメニュー。お、銀杏焼きある。ちなみにレナ社長、銀杏大好きです。これ見て。何？お、アイラブ大田川。これ盗みたい。持って帰る？持って帰る。ではでは生とレナは梅酒ソーダ、梅酒サワーです。しゃっくり。奇跡のタイミングや。何してんですか社長が？見てる。作ってるところを見てる。そう、すっごい美味しそうだよ。めちゃめちゃうまそう。これさっきのここのやつめっちゃうまそう。これビフォアアフターめちゃくちゃうまそう。うわ、うまそうでしょ。これはタかに揚げない。超うまそう。しかも卵が最高やね。100点満点。あ、100点満点出ました。100点満点。おめでとうございます。今日の100点満点です。ちなみに1個いただきました。マジでうまい。だから牛肉のさ、焦げの味がマジうまいね。これ飲んでいいかな。焦げがあって、これ飲むのすごいな。うまそう。食べたら飲む。アイラブ大田川飲んでおります。美味しい。最高。続いてはドイツにありえないメニュー。鶏のたたきってないのドイツに。生の鶏は誰でも食べない。ちなみにね、ももと胸、タカさん盛り合わせです。全く同じものに見えます。ももと胸です。全く同じもの。食べればわかるでしょう。いや、わかんないよ。見た目でもわかんないし。これとこれとこれ、ネギをこっちに。めっちゃ美味しいよ。眉毛が物語っております。この居酒屋超美味しい。鶏のたたきよかったね、食べれて、うん、ちなみにこっちがもも肉か胸肉かどっちかです。お肉が得意な方教えてください、コメントで。全く同じに見える。どっちがどっちでしょうか。全く一緒。一緒ですか。一緒です。なんちゅう顔してるんですか社長さん。食感が違うって言ってました。今食べてみたよ。こっちとこっち食べてみたら食感が全然違った。全然違ってはないよ。全然違った。日本人からすると全然違った。両方とも歯切れが良くてすごい食べやすくて、両方とも美味しい。めっちゃ美味しい。美味しいね。こっちのがより柔らかくて、こっちのが歯切れがプリプリしてる。銀杏も来ました。秋の匂いする。銀杏ってうまいよね。秋が来ました。熱っ。これ秋の味はする。わかりますか秋の味。ドイツには銀杏ないよね。イチョウの木がないから。あ、そうなんだ。銀杏もない。取れないんだ。そう。もう幸せすぎてやばいよ。幸せですか。もう幸せ。今日は特に幸せ。東海市うまい店多いからね。東海市が最高です。塩で行くんですね、社長さん。すごいね。あ、本当に食感が違う。絶対嘘や。俺がさっき言ったから、それは無理なんじゃないですか、社長さん。食感の違いわかります？わかんない。わかんない。今日も飲みっぷりいいですね、社長さん。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったこのお店。ではでは次行きましょうか。もうお腹いっぱいになってるんだけど。あ、いっぱい食べてますもんね、社長さん。でももうちょっとお酒は飲めると思う。ごちそうさまでした、社長さん。めっちゃ美味しかったけど、予算オーバーだよ。あ、オーバーですか。4720円でした。さすがに食べ過ぎましたね。1500円しかない。1500円で何もできないんじゃない？何ができる？1500円で。いろいろできます。東海市だったらいろいろできます。オッケー。じゃあ見せてそれ。ということで名鉄大田川駅の中に入ってきました。ここで1500円で何ができるの？いろいろできます。いろいろできるの？とりあえずちょっとブービーズ飲みに行こうか。何ブービーズ？スポーツバーみたいなところ。おっぱいなの？あ、そう。おっぱい？おっぱいという名前。すごいね。ちなみに皆さん知ってますでしょうか？レナ社長はテキーラが大好きでございます。テキーラのおかげで私たちは付き合いましたよ。レナはね、テキーラショットのね、化け物みたいに飲むからね。そんなことない。テキーラショット大好きです。ここでテキーラ飲めるってこと？テキーラショットしましょうか。入りましょう。はい、ではではテキーラショット来ました。はい。ゴールドテキーラです。乾杯。乾杯。おお、うまっ。うまっ。大丈夫ですか？じゃあ次行きましょうか。梅干しになってます。もうテキーラ飲めない。タカは嘘をついたよ。ごちそうさまでした、社長さん。いくらだと思う？テキーラショット2つ。1杯400円の800円、1000円。あは、2200円でした。嘘。タカが1500円で飲めるって言われたのに。あれかな？テーブルチャージも入ってるからね。イエス。予算オーバーだよ。予算超えました。もうマイナスだよ。レイナ社長、どこ行くんですか？予算オーバーしててどこ行くんですか？あと15分でここはやってるから締めのラーメン食べようかなと思って。予算ゼロだけどマイナス700円なんだけど、皿洗いして食べましょうか。そうだね。ということで最後の締めの屋台ラーメンですね。そうだよ。雰囲気最高やね。でしょ。メニューがシンプルだけど、醤油ラーメン、塩ラーメン、特製屋台ラーメン。ちなみにあとせんべろセットもある。これが1000円のせんべろセット。レモンサワーと串4本。めっちゃいい匂いするよ。やばいな、コスパいいな。テキーラ飲んでベロベロになっております。そうだよ。ああ、うまいですか？いや、なんかレモンサワーとか日本の飲み物がテキーラより美味しいよ。あ、そうなの。よかったよかった。熱い。そうだね、焼きたてだからね。焼きたてだから美味しい。あ、なんかすっごい笑いやかい。いや、柔らかい。テキーラパワー炸裂でございます。クリーミーで美味しい。醤油ラーメンいきましょう。めっちゃ美味しそう。やば。これなんだろう。超うまそうじゃん。これ屋台でそんなやつが出せるの？何これ。すごいよ。超うまそう。これすっごいうましそう。醤油ラーメン。似合いますね、親父。この麺がもちもちしてめっちゃ美味しい。すするのうまなってきてますやん。どんどん日本人かおじさんになってるからもう最近のラーメンの中で一番美味しいかもこれ。あ、スープもね。このスープ最高。止まってませんよね、社長さん。チャーシューどう？さっぱり。ペロリといきましたね。ペロリンチョやね。今日めちゃめちゃ食べたね、そう思うと。どう？そんなに食べてないの？あ、もう記憶がなくなってます。はい、酒もタバスク飲んで最高や。ごちそうさまでした。タカの皿洗いで。はい。今日はマイナス2500円ぐらい。2、3000円。オーバーしました。はい。ああ、美味しかったです。うまかったですね。いっぱい食べました。いくらだった今？ラーメンとせんべろセット1750円でした。お安い。そう、あれテキーラショットより安かったよ。失敗しましたね。そうだよ。テキーラショットなければちょうど予算だったよ。高のせいで。ということで今日は大田川駅周辺で食べ歩きじゃなくてなんだったっけ？はしご酒ね。なんだっけ？はしご酒をして。なんでこんな酔っ払ってるかというと。今日は何を飲んだ？最初レモンサワー飲んでたね。レモンサワーと梅酒とテキーラとレモンサワー。はい、4杯。ブルルルルだよ。はい、ベロベロでございます。めっちゃ美味しかったよ。東海市の魅力が伝わったかな、これで。はい、今日で一番美味しそうだったメニューを教えてください。タカはなんだった？テキーラ。なわけない。私ラーメン一番美味しかった。いや、ラーメンもうまかったよ。醤油ラーメン。でもあれも美味しかった。肉巻き。あれも2軒目に行ったね、肉巻きね。お寿司はめっちゃ美味しかったからね。寿司もうまかった。ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタンを押してください。また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。